ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、どうしたんだ？今日ね、久しぶりに電車に乗ったよ。おお、どうだった？コロナ前と比べると空いてたよ。そうか。それで、思ったんだけど。なんだ？今後の鉄道会社ってどうなってくんだろう。どういうことだ？コロナで鉄道会社も影響を受けたじゃない？確かにそうだな。在宅ワークをして通勤しない人もいるしな。そうでしょ？だから鉄道会社は倒産すると思うんだ。それはないと思うぞ。そうなの？鉄道会社の売り上げは、必ずしも電車じゃないよ。それ以外で様々な事業に力を入れているんだ。そうなんだ。じゃあ今日は私鉄会社の特徴を述べつつ鉄道会社の売り上げランキングを紹介するぜ。レッツゴー。まずは第20位、山陽電気鉄道だ。関西の鉄道会社だね。その通り、年間の売り上げは341億円もあるんだ。現実味のない金額ですごいね。この企業は鉄道などの運輸業だけじゃないんだ。どんなことをしているの？不動産や百貨店などの流通業など様々な事業に取り組んでいるんだぜ。いろいろなことをやっているんだね。ここだけじゃなく、大抵の鉄道会社は鉄道以外でも利益を出しているんだ。そうなんだ、知らなかった。だから鉄道の需要が低くなっても倒産する心配は基本ないんだ。なるほどね。次の19位は首都圏新都市鉄道だ。聞いたことのない路線だね。つくばエクスプレスだ。思い出した、茨城のつくばと秋葉原を結ぶやつだね。そうだぜ。売り上げは348億円で、第三セクターの路線でもあるんだ。第三セクターって何？民間企業と政府や自治体が合同で実施する企業のことなんだ。地方の路線だと第三セクターの形態が多いぜ。そうなんだ。この路線は2005年に開業した新しい路線なんだ。結構新しい路線なんだね。また、路線が開業したおかげで沿線の街も発展したんだ。流山大高の森はまさにその例で、子育て層に人気の街に選ばれるぜ。都心のアクセスも良くて住みやすい街みたいだね。次の第18位は富士急行だ。富士急行電鉄は、山梨県の大月から富士山の麓の河口湖を結ぶ路線だ。売り上げは350億円ある。富士山特急で有名な路線だよね。そうだな。富士山のキャラクターが描かれたラッピングは一度見たら忘れられないデザインだ。この企業はどのような特徴があるの？この企業は富士急ハイランドを運営しているぜ。また、富士山への観光路線でもあるため、特急列車も充実しているんだ。最近では JR からの直通特急、富士海遊号も東京から運転されているぞ。いつかは乗ってみたい路線だね。そうだな。次の第17位は、静岡鉄道だ。東海道線の清水から静岡間を補う形で、新静岡から新清水を結んでいる。売り上げは1498億円もあるんだぜ。そして沿線距離はとても短いのも特徴なんだ。どれくらいの距離なの？全長はわずか11キロしかないんだ。すごい短い路線なんだね。でしょ？その間に駅の数はいくつあると思う？3駅くらいかな？なんと15駅もあるんだ。そんなにあるんだ。そうなんだ。だから駅間が短く、中には隣の駅まで300メートルしかない場所もあるんだ。走った方が早いかもね。そうだな。この企業はどんな特徴があるの？ここも富士急行などと同様に、運輸業だけじゃないんだ。不動産やロープウェイ、列車やバスのラッピング広告でも収益を出しているんだ。ここもいろいろな事業があるんだね。続いて第16位は、遠州鉄道だ。静岡県の浜松市を中心に運行しているんだぜ。売り上げは1776億円で、2017年には年間で1000万人が乗車したんだ。多くの人が乗っているんだね。この企業も鉄道やバスなどの運輸業だけじゃないよ。小売や観光、不動産などもあるんだ。また、浜松市の観光促進のために、天竜浜名湖鉄道と協力しているんだ。それはすごい。どんなことをしてるの？例えば、天竜浜名湖線の天竜二俣駅はエヴァンゲリオンの聖地として有名なんだ。それにちなんで、二つの路線でラッピング電車を運転しているぞ。エヴァのラッピングはかっこいいね。他にも、エヴァンゲリオンのグッズを販売し、アニメファンを誘客しているんだ。これはファンなら行きたくなるよね。そうだな。第15位は、南海電気鉄道だ。大阪を走っている路線だね。そうだな。大阪から和歌山と関西国際空港を結ぶ路線だ。売り上げは2017億円で、年間乗降客数は1億8280万人だ。すごい数の人が乗っているんだね。あと、南海と言ったらラピートだよね。その通り、関空と難波を結ぶ特急列車だ。あの未来感あるデザインはとてもかっこいいね。そうだな、私もあの独特のスタイルは忘れられないよ。でも、ラピートだけが難海じゃないぞ。他にはどんな魅力があるの？世界遺産の高野山へのアクセス路線で、それに向けた観光列車や特急が走るぜ。高野ってやつ？
その通り、他にも天空という観光列車もある。どんな列車なの？高野山の景色を楽しむために窓を大きくしたり吹き抜けの展望デッキを備えているんだ。南海はラピートだけが魅力じゃないんだね。もちろんだぜ。そして第14位は京成電鉄だ。売上は2141億円で、乗降客数は2億2531万人だぜ。これは知ってるよ、スカイライナーの会社だね。その通り、東京の上野から成田空港を結ぶ路線だ。看板列車スカイライナーは、国内最速の特急列車で、160キロで走るぞ。すごい速いんだね。昔は最速36分で結ぶのが売りだったんだ。でも、最近は速達性よりも利便性を考慮しているんだ。最近は途中駅を増やして、沿線住民も乗りやすくなる便も増えているぜ。より便利になったんだね。コロナウイルスの時はどうだったの？一時は空港を利用する人が減っていたんだ。でも、全国旅行支援やコロナの落ち着きもあり徐々に乗客は増えているよ。そうなんだ。また、京急線とも直通運転をしていて、成田と羽田を約1時間半で結ぶんだ。じゃあ羽田と成田を間違えてもこれに乗ればなんとかなるんだね。そうだな、実際そういう人は一定数いるらしいしな。次は第13位、相鉄ホールディングスだ。売上は2166億円で、年間乗降客数は1億8407万人だ。相鉄は最近話題の路線だよね。そうだな、横浜から海老名や湘南台を結んでいるぞ。つい最近まであまり耳にしない路線だね。相鉄は最近になって知名度がより高まったんだ。なんで？つい最近相互直通運転を開始したんだ。2019年には JR と直通を開始して新宿まで乗り換えなしで行けるようになった。それは便利になったね。それだけじゃない。2023年には東急と直通運転を開始するんだ。さらに東急を超え、東京メトロ、東武、西武、三田線、埼玉高速鉄道にも直通をするんだ。横浜から一気に埼玉方面まで行けるんだ。まだまだあるぞ。東急との直通運転の際に、新横浜駅が開業するんだ。新幹線のある駅だね。そうだぜ。だから、各方面のアクセスが便利になるんだ。それはいいね。次に行こう。第12位は京阪ホールディングスだ。大阪と京都を結ぶ路線だよね。その通りだぜ。売上は2581億円で、年間乗降客数は2億1923万人だ。京阪電車は豪華な列車があるイメージがある。そうだな。京阪はプレミアムカーという車両を導入したぞ。どんな車両なの？快適な車両で、リクライニングシートや、アイファイトブランケットのサービスがあるんだ。追加料金は400円から500円かかるぜ。ブランケットのサービスは珍しいな。私も調べるまで知らなかったな。他にもテレビがついてる車両なかった？テレビカーだな。それそれ、列車の中でテレビを楽しむことができるんだ。でも残念ながら終了したんだ。もう見られないのか。残念だね。でも列車自体は走っているぞ。じゃあ、面影は味わえるんだね。そうだな。次は第11位だ。11位は京浜急行電鉄だ。売上は2652億円で、年間乗降客数は3億6029万人だ。浜の赤い電車ってやつだよね。その通りだぜ。東京の品川から横浜、羽田空港、横須賀、三浦海岸を結ぶ路線なんだ。そうなんだ。つい最近はダイヤ改正で停車駅が多い種別が増えて利便性が向上しているぞ。ぜひとも利用者の意見を聞きたいね。京急沿線の方はコメント待っています。他にも、沿線の魅力も高いんだ。確かにどこも観光地だもんね。京急はどんなことをしているの？観光促進でお得な切符を販売しているぞ。横浜、横須賀、逗子、葉山、三浦半島、それぞれの観光地の切符を販売している。切符を持っているだけでお得なサービスもあるんだ。それはいいな、ぜひとも使ってみたい。そうだな。そして、京急は私鉄で座席指定列車を初めて導入した路線なんだ。そうなんだ。それが、ウィング号という列車なんだ。ちなみに追加料金はたったの300円だぜ。300円で座れるなら払う価値があるね。次の第10位は京王電鉄だ。売上は2998億円、乗降客数は5億122万人だ。京王は高尾山に行くときに使うよね。その通りだぜ。京王と新宿からベッドタウンの多摩、府中、八王子までを結ぶ路線なんだ。この路線はどんな特徴があるの？さっき霊夢が言っていたように、沿線には様々な観光地があるんだぜ。高尾山や、多摩動物公園、府中競馬場も京王沿線なんだぜ。いろんな観光地があるんだね。そうなんだ。競馬開催日には臨時列車が運転され、無料の特急列車が最寄り駅に止まるんだ。それはすごい便利だね。この路線は座席指定列車をやっているの？もちろんだぜ。京王ライナーっていう列車が走っているぞ。そうなんだ。コロナ禍でそういう列車が増えたよね。みんな混雑した車両に乗りたくないんだろうな。これから紹介する路線でもあるぞ。楽しみだね。
続いて第9位は東京メトロだ。売上は3069億円で年間乗降客数は19億人を超えるんだ。いきなりとんでもない量になったね。そうなんだ。ちなみに大手私鉄の中では最大の乗降客数なんだぜ。乗降客数のトップがなんで9位なの？もっと上位にいてもいい気がする。メトロは運輸業以外に事業はあまりないんだ。売上の 89% が鉄道の売上なんだぜ。ほとんどを占めているんだな。そうなんだ。だからコロナの影響をダイレクトに受けた。乗降客数がそのまま業績に響いているんだね。その通り。路線は9路線、180駅で構成されている。すごいのが、ほとんどの駅が23区の中にある。それはすごいな。相互直通運転も実施して、他県から都心への利便性も高まっているんだ。続いて第8位は、小田急電鉄だ。売上は3587億円で、年間乗降客数は5億8061万人だぜ。東京の新宿から箱根、江ノ島方面を結ぶぜ。小田急と言ったらロマンスカーだよね。その通りだぜ。先頭には展望座席があって、とても人気なんだ。まるで運転席にいるような気分になるぜ。いつか乗ってみたいね。そうだな。結構人気で、直前の予約は取れないみたいだ。前もって予約しないといけないんだね。小田急は最近どんなことをしているの？最近は子供運賃を一律50円にしたんだ。50円で乗れるのか、破格だね。経営に影響はないの？大丈夫らしい。減収にはなるが、メリットはたくさんあるんだ。その分で親子で乗る人や、子育て世代が沿線に住みやすくなると考えているみたい。それは確かにそうだね。今後小田急沿線に住む人は増えそうだね。そうだな。第7位は西武ホールディングスだ。西武鉄道だね。売上は3968億円で、年間乗降客数は5億806万人だ。西武鉄道は2つの路線があるんだぜ。一つは新宿から川越、もう一つは池袋から秩父を結ぶ路線だ。どっちも観光地に向かうんだね。そうだ。特急列車も充実していて、ラジューという特急が走っているんだ。他にも52席の至福というのも走っているんだ。何それ？列車の中で食事を楽しめる観光列車で、池袋秩父を3時間ほどで走るんだ。随分ゆっくり走るのね。季節ごとにメニューも変わるから、毎回違った料理を味わえるんだ。それはいいね。次は6位の名古屋鉄道だ。愛知と岐阜県を中心に展開する路線だぜ。売上は4099億円で、年間乗降客数は3億1480万人なんだ。名鉄は特急列車のイメージが強いね。そうだな。パノラマスーパーやニュースカイは看板だぜ。展望席の眺めがいいよね。そうだな。ニュースカイは、中部国際空港と名古屋を結ぶ特急なんだ。しかもこれらの有料特急は360円の特急券で乗れるんだ。すごいお得だね。これなら払いたくなるよ。第5位は西日本鉄道だ。売上は4271億円で、年間乗降客数は8414万人だぜ。ここに来て地方路線だね。確かに西鉄は福岡の地方路線だ。でもな、この会社は鉄道以外の事業に力を入れているんだ。西鉄はバス事業が主力で、物流では海外展開もしているんだ。すごいな。もちろん沿線にも魅力はあるぜ。博多ラーメンや久留米の焼き鳥、太宰府天満宮なんかがあるぜ。福岡らしいね。4位は東武鉄道だ。首都圏私鉄最長路線で、売上は5060億円、年間乗降客数は7億3498万人だ。東武はどんな特徴があるの？浅草と日光を結ぶ観光路線で、スカイツリーを持っているのもこの会社だぜ。それは知らなかったな。東武は特急も豪華なんだ。中でも東武スペーシアは最高で、ヨーロッパの列車みたいなんだ。コンパートメントの座席を兼ね揃えているんだぜ。2023年には新型のスペーシア X も登場するから、ますます盛り上がるんだ。これからが楽しみだね。第3位は近鉄グループホールディングスだ。関西圏に路線網を広げ、売上は6915億円、年間乗降客数は4億5583万人なんだ。近鉄は東海道新幹線と同様で、大阪名古屋間の移動手段の一つなんだ。新幹線に対抗し、最近ではハイグレードな特急ヒノトリを導入したんだぜ。赤いボディがかっこいいよね。そうだな。不動産ではアベノハルカスを持っているんだ。日本一高いビルだね。続いて第2位は阪急阪神ホールディングスだ。阪神と阪急は同じグループ会社なんだね。そうだな。
こちらも関西の企業で、売上は7462億円、年間乗降客数は7億486万人だ。この企業はどんな特徴があるの？他の業界に力を入れていて、有名なのは宝塚と阪神タイガースだな。エンターテイメント系なんだね。コロナ禍で売上が下がったけど、元通りになりつつあるんだ。どの企業も徐々に復活していくのは良いことだね。そうだな。さて、第1位はどこなの？お待ちかねの第1位は東急だ。最後は関東の大手私鉄か。売上は8791億円で、年間乗降客数は8億9700万人なんだ。東急は渋谷や目黒から、神奈川の各都市に向かう路線なんだ。高級住宅地を通る路線もあるよね。そうだな、自由が丘や二子玉川、世田谷も結んでいるぞ。他にも沿線には武蔵小杉や横浜、中目黒などもあるんだ。住みたい街ランキングの街が勢揃いだね。東急は他にも都市開発にも力を入れているんだ。渋谷駅周辺は特に力を入れているんだ。渋谷ヒカリエや渋谷スクランブルエリアはその一例だぜ。鉄道会社が街を作っているんだね。さっきも言ったように、鉄道会社は列車だけじゃないんだ。本当にその通りだね。これで以上だぜ。どうだった？売上とともにいろいろな特徴がわかったね。沿線観光地も教えてくれたから、今後のお出かけの参考にしたいな。それはよかった。コロナも落ち着いた頃だし、今度行ってみようか。そうだね。ということで今回の動画は以上だぜ。ご視聴ありがとうございました。